はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。いろいろこう YouTube を見ているとですね、スキンケアとかですね、健康に関する動画を見ていて、 YouTube で乱用されているある言葉について警鐘を鳴らそうかなと思います。ある言葉というのはどういう場面で使われるかというと、当然スキンケア商品ですね。スキンケア商品とか、例えばシャンプーとかリンスとか入浴剤とか、そういうなんていうの、スキンケア商品とその派生みたいなことで言われている言葉なんですが、経費毒。経費毒という言葉って、基本的には医学的にはないんですね。で、あるチャンネルを見ていると、口から、摂取する毒というのは肝臓を通って、代謝されて排出されるので、問題ない。ただし経費毒は排泄されないので全部蓄積されているっていうんですけど、これ医学的に意味不明なんですね。経費毒、例えば100歩譲って経費的に吸収される毒物があったとしましょう。で、代謝される器官は肝臓と腎臓です。腎臓で代謝されて、腎で排出されるっていうのがあります。毒物ですね。腎でろ過されて排出される。腎臓で排出されるか、肝臓で代謝されたり解毒されたりしてうんちになって出るか、おしっこになって出るか、この2つの経路なんですね。で、血中に乗ったものはすべからく肝臓と腎臓を通ります。これは飲んだものであろうと、皮膚から通ったものであろうと、すべて腎臓と肝臓に通ります。ですので経費吸収は肝臓で代謝されないので解毒されないって、これ意味不明な理論ですね。100歩譲って経費毒があったとしても、血流に乗らない毒だったら、これ毒の働きにならないですから全然問題ないです。どちらをとっても意味不明な言葉が経費毒ということになります。経費毒があったとしても、それは血流に乗って腎臓と肝臓を通って代謝されるので飲むから大丈夫、経費毒だから安全というロジックは完全に破綻している。経費毒というものがあったらということなんですが、それがまず1点。それとですね、よく言われているのが、経費毒があるからダメだっていうのは、シャンプー、リンス、入浴剤、歯磨き粉、みんなが使っているものですね。それから洗剤とか柔軟剤とか、そういうような、界面活性剤とかですね、安定剤とか、そういうようなものを全て経費毒というようなことでくくっております。で、これもたらればの話で、もし経費毒があったとしたら、どこの臓器に蓄積してどういうような病理を引き起こすのかっていう説明が一切ないんですね。シャンプー、リンス、入浴剤、それから歯磨き粉、洗剤、柔軟剤には全て経費毒が含まれている。日常的に触るもので経費毒は代謝されない、蓄積されていって悪さを及ぼす。これ悪さを及ぼす、ここまで100歩譲った、2回100歩譲ってますので、100の2乗ですので、1万歩譲ったとしても、どこの臓器にどういうように蓄積されてどういう病理を引き起こすのかっていうのは一言も言ってない。それで悪いからやめましょうって、意味不明ですよね。なのでこれどうなんでしょうかね。医学的に経費毒っていう言葉は聞いたことがないし、こんなような毒も存在しないです。それからもしですね、これもまた100歩譲るので100の3乗で100万歩譲ったとしてもですね、シャンプー、リンス、入浴剤、歯磨き粉、洗剤が普及してない世界、例えば国でいうと発展途上国とか、こういうものが衛生的に発展していないもの、日常的に使われてない国と、先進国でこういうものが日常的に使われている国の平均寿命を比べてみてくださいという話になります。多分こういうようなものを日常的に使っている方が平均寿命は高いですね。非常に健康的な生活を送っていると思います。ですので100歩譲りまくって、これ何歩譲ってもこれダメですね、この経費毒って。ということで、今日はですね、今日も最初から最後まで、リズメみたいな話になっちゃいましたけど、経費毒という言葉が使われてたら、もうこれはプチッと違うチャンネルを見てください、北条チャンネルを見てください、登録してある北条チャンネルを見てくださいと。今日も最後まで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。シャンプー、リンスに関してはまずその合成界面活性剤というものが良くないというふうに言われる、そしてそのラウリン酸というやつが良くないみたいな。この前の動画でも言ったけど、青酸カリは一滴プールに垂らしたからといって人が死ぬかというと死なない、毒にも薬にもなんない。でも青酸カリは入ってるんですよ。そうなんです。巷で言われるのは、シャンプー、リンスはアミノ酸系のシャンプーを使った方がいいと。それも好みの問題だね。嗜好品なのでね。
はい、はい、入浴剤に関しては、うん、エプソムソルトって呼ばれる。ああ、はい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 、エプソムソルト。あ、お嬢さん知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。塩だよね、普通のね。まあ、硫酸マグネシウム。はいはい、入浴剤結構好きなんですよ。あ、そうなんですか。うん、エプソムソルト入れたりとかもしてる。お嬢さん、経費力は溜まってないです。いや、でもバブとかも使ってるし、それ経費力かもしれないです。経費力溜まってるんだね。溜まってるかもしれない、はい、どこに溜まってるんだろう、分かんないけど。だいたいこのシャンプー、リンス、歯磨き粉、うん、洗濯洗剤と柔軟剤に対しては全部が合成界面活性剤という言葉が出てるんですね。洗剤を、だって洗剤を界面活性剤フリーにしちゃったら洗剤にはならない。洗剤にならないです。ならないです、ならないです、ならない。だからね、やっぱりその科学万能、物質文明万能な世界に対してすっごく違和感を感じている人がこういう話に飛びつくのかなっていつも思うよね。あの、昔は神様がいて、松任谷由実にも小さい頃に神様がいてみたいな歌詞もあるけど、昔は神様がいて精神世界と物質世界がまあ共存していて、まあそこで近代化が起こったりとか、まあ、有名な二元論、物質は全部物質みたいな一元論が出てきて、神様が徹底的に殺されちゃって、もう物質お金のみの世界に非常に生きづらさ、私自身もその生きやすいか生きづらいかっていうのはまあさておいて、やっぱ閉塞感みたいな、圧迫感みたいな感じることはあります。物質一元論みたいなね、取り付く島もないみたいな、もう全部答え分かってるみたいな、でやっぱり経費毒みたいなわけわかんないものが出てきたりとかするのかもしれない。陰謀論とかね、なんか不思議な力が働いて正義と悪魔のバランスを取ってるとか、まあ、これだけその高度に進化した民主主義の中では多少あるかもしれないけど、なかなかそんな陰謀で誰かの一つの力でビル・ゲイツが世界をひっくり返すのはありえないシステムとしてね、物質中心というかリズメっていうのとか、まあ心地よさの裏側に潜む違和感みたいなやつは感じてるんでしょうね。だからそういうものたちがこう引き寄せられちゃう。